どのカードを出そうが、主導権を奪ってシャワーをかけて渡す。奪う、シャワー、渡す。って形を繰り返すだけなんですね。はい、わかりました。じゃあ質問をまとめますと、例えばこれ、こういうふうな、トーク、クロージングをかけたときに、はい、お母さんが何も言わないで、うーんって言って10秒間黙り込む。とかいうパターンですか？はい。そこに対しての崩し方ですね。はい。はい、これは、言いますね。はい。これを僕の、即決営業メソッドでは、ホワイトカードって言ってるんですね。ホワイトカード。はい。お客様の、断り文句っていうのは、パターンがありますね。例えば、子供のやる気を確認したい。これはやる気カードですね。で、お父さんに相談したい。これは父相談カードなんですね。はい、うん。で、お金を、もう一回、お金の組みを考えたい。これお金カードなんですね。で、そういう何パターンかある中で、ホワイトカードっていうのもあるんですよ。で、これどれかを切っているだけなんです、相手は。ホワイトカードを切ってきたとしても、ですよね、お母さん。いいですかって主導権を奪って、で、またクロージングをして、なので、この機会に皆さん、スタートされるコースですので、皆さん通る道ですので、この機会に応援してあげてくださいって、こう主導権を渡して、サジを渡すと、また黙るんです。黙ると、ですよね。例えばね、お母様。で、またクロージングをかけて、なので、観光、そのサイト教育が必ずかかりますので、この機会に応援してあげてくださいって渡したら、また10秒黙り込む。ですよね、お母さん。わかります。ただね、例えばね、お母さん、こう考えてくださいって形、ずっと繰り返すんですよ。そうすると、ドラクエとか、ファイナルファンタジーみたいな、ロールプレイングゲームで、どんなラスボスでも、何回も同じ攻撃すると、徐々にヒットポイント減ってきますよね。減ってくるんですよ。これ、1時間の2時間の続けてあげるといいんですよ。うん。状態は必ず良くなってきます。わかります？わかります。うん。だからずっと、ホワイトカードを出そうが、父相談言おうが、どのカードを出そうが、主導権を奪って、シャワーをかけて、渡す。奪う、シャワー、渡す。って形を繰り返すだけなんですね。うん。うん。だから、奪って、わかります？お母さんの気持ちね。やっぱり、言葉に詰まる思いっていうのはよくわかります、と。うん。で、ただ、どこの塾に行っても、どこの家庭教師してもお金はかかるじゃないですかと。うん。なので、親御さんの決心次第なんですよね。うん。例えば、きっとそういう形で、どこの塾に行こうかなとか、どこの家庭教師行こうかなって、他の塾の説明聞いてもきっとそうなると思うんですよ。うん。でも、やっぱりね、考えてる間に時間が過ぎるんですね。で、成績向上のコツっていうのは、どこの塾に行かすかじゃなくて、いつからさせるかなんですよ。この機会にスタートしとかなければ、気軽に3ヶ月、半年、1年ずれるんですよ。なので、この機会にスタートしてあげてほしいんですね。費用面ではさっき問題ないとおっしゃってたので、絶対、本当に人気のコースですし、とにかく、点数は上がっていくと思いますので、僕は思うだけですけどね、思いますので、はい。なので、この機会にどうか応援してあげてください。って言って、十分黙ると、ですよね、お母さん。わかります。例えば、こういうお母さんいましてね、ちょうど高槻市の方にって、さっきの第三者とこう出したりとかして。うん。で、あんた、本当にやるのやるのって、勉強しろしろって言ったお母さんが、やるって言い出したら、本当にやるのやるのって、どっちやねん、お前って。ね。やっぱり、お母さんが決心したら何も始まらないんですよね。なので、この機会にどうか応援してあげてください。で、また黙りますよね。うん。ですよね、お母さん。これ、わかります。ただね、って形で一人でずっと喋るんですよ。詰まると終わりです。詰まると終わるんです。その場が。詰まっちゃダメなんです。だからこれぐらいのボリュームのアドリブをたくさん組んでて、で、また連続してもいいんですよ。別に同じことをね。うん。そうそうそう。うん。で、本当に詰まったら、昔話をしてもいいです。極端に言っても本当に、ね。僕もね、昔ね、カプセルホテルのアムザって難波にあるんですけど、そこで働いてたんですけどね。で、毎日5000枚ぐらいのタオルずっと畳んでたんですけど、で、やっぱり、その時に、僕は、近畿大学卒業なんですけど、やっぱり勉強した方が良かったなって、
こう思うんですよね。本当に大人になってから勉強しとけばよかったなって。でも結局やっぱり環境ってあるんですよね。親がさせるかさせないかってところなんですよね。そこまできつく言わなかったんですよ、うちの母親も。でも本当に東大京大行ってる、ご家庭の親というのはちゃんと言ってますね。だからやっぱり今ね、昔僕らの時代でしたら1クラス40人クラスで1人か2人しか塾に行ってなかったじゃないですか。今だともう30人クラスでも全員塾行ってる時代じゃないですか。全員こういうね、テスト対策プリントとかこう武器を使ってね、ポイント絞ってくる以上、我が子に素手で戦えっていう方がちょっとむごいですよね。やっぱ何かの武器与えてあげないと辛いね、難しいですので、で、費用面では絶対高くないコースですので、どこかに決めるはずですのでね、どうかこの機会に応援してあげてくださいっていう形でこうやって言うんですけど、これずっと言っていくと結構もうだるくなるんですよ、相手も。でもずっと考えて、でもね、どんどんね、その侵食されていくんですよね。ちょっとここに書こうかな。だから例えばこうお客さんで、これ営業って形でこうありますよね。で、今のね、どんな感じのエネルギーの流れかっていうと、お客様こうマイナスいっぱいなんですよ。マイナスずっといっぱいなんですよ。で、こうプラスで、このマイナスに負けちゃダメなんですよ。こっちはプラスでね。で、こうどんどんプラスをね、こうやって出していってあげるんですよ、こうやって。プラスをこうやってどんどんこうやって、どんどんこうやって入れてあげるんですよ。ここにプラスが出てきたら、これをもう、迫ってくると、これマイナスが出ないと、ポコって1個出たら、ここにプラスが入るんですよ。で、また何か入れたら、またもう1個ちょっと出そうって言って、これをどんどん逃げるんですよ、これ。1個消えたと。ここに、ほらっとマイナスがこう出たと。で、これプラスがここに入ると。これまたプラプラプラとこう出たと。こうやって出していくんです。って感じですね。人っていうのは影響を与え合ってるんで、強い方が弱い方に影響を与えるんですよ。必ず。っていう形で、ずっと言い続けるだけですね。はい。影響を受けない人はいないです。はい。優勢な試合運びをするだけですね。相手が拒否労が何しようが攻め続けるだけなんですよ。攻め続けるだけ。なんかサッカーとかでもドイツと日本がやってたら、ドイツに20本シュート打たれてて、日本は1本しかシュート打ってないって言ったら、もう攻められ続けてますよね。もう完全に押されてるな、0対0でも。っていうふうな試合運びをすることですね。はい。だから営業っていうのは、攻めてる営業と攻められてる営業っていうのがいて、攻めてる営業っていうのは、例えば、下手したら5メーター離れてるところから見ても、あ、今押してるなっていうのが分かるんですよ。声が聞こえてなくてもね。はい。で、逆に押されてる営業マンって、あ、ちょっとなんとかって書いて、親にガンガン言われてるのってもう押されてるなっていうのが分かるんですよ。押すことなんです、クロージングで。そういうことです。だからまあ、ホワイトカードを出していこうが何しようが、ただにクロージングのシャワーをかけ続けるだけ。これはホワイトカードっていうカードです。ありがとうございます。はいまあ、そんなとこですかね。大丈夫ですか。はい。じゃ今日はこれで終わっておきましょうか。はい。大丈夫ね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。